8歳超えたら。結構施設が伊勢市島方面いろいろと新しくちゃんと作ったのでいいですね。ちなみに先ほどね、ちょっとここだけまたあれですけど、国分寺行った時にね、こんなね、なんかパンフレットまでね、いただきちゃいましてね、島市の文化財ってこと、これに細かい文化財のね、詳細なデータがいろいろとね、書いてありますんで、これでね、ちょっとまた島のね、情報とかね、案内するときにね、これはちょっと重宝させてもらうということでね、こんなね、マップまでついてるんでね、すごくわかりやすいですね。今日で言うと、ここで言うと、今ね、ハキリ神社、大王崎だろ、島スペイン村が島磯部で、この辺りがあれですね、島スペイン村なんで、ここら辺からぐるっと回って、寄ってきて、国分寺がここにあって、国分寺がここにあったりので、この先行ってここからぐるっと見て、ここの海岸見て、本当に海岸見えてなかったけど、で大王崎のねところをちらっと寄って、で今あの里崎はあれですね、展望台だったんで、ちょっとここには書いてないです、こっちのあの里崎。で、ここからぐるっと回って、今、宇賀戸のところを越えて、ここの辺りにいますよっていう感じですね。いやー、ありがたいです。そう、このようにもいただきまして、でね、なんで、お守りもね、中でね、言うたら、買えるようになっとったんでね、表のところにね、あんま出てませんでしたけど、せっかくなんで、ちょっと買わせていただきましたということでございます。500円から安いです。ありがたいです。かなり国分寺で買ってきましたよという感じでございますね。で、早速横山展望台ね、ちょっと、電池交換して行ってみようと思います。そう、こんな感じでね、結構車もガッと止まっとるし、施設自体も綺麗なんね。まあ、ただあそこから向かったから歩いてこいって言われたら絶対に無理なところだけど、やっぱ車で来るなら全然いいところですね。あ、横山の案内とか。今はまだこっちの方におったんで、だからこっちね、松山のこっちの方見とってこっちに来て、だから、まあ、だいぶね、移動はしてるんですよ。ここからずっと上に登ってた展望台があるんだな。へぇー。カフェテラスなんかもあるんだ。結構奥にずっとある感じみたいけど。まあ、展望台のところまで行けばね、一応、もう仕事明日になるんで、こっちの方に、まあ、普通歩いて行こうか。こんな、スロープ。こんな、ずっとスロープになって、登りやすい。もう結構十分いい感じですけどね。あ、紅葉もちょっとありますね。いいですね。まだちょっと緑が変わっているのもあるんですね。だいぶ南の方ですからね。なんかスカイラインの方が標高が高いから、あっちの方がかかりかかるのが早かったかな。ずーっと展望台までずーっとスロープ行けるのめっちゃ楽じゃん。いいな。ね、大体こういう展望台のところって言ったらね、階段を横から横からって登らなきゃところが多いのか。あそこは何だろう、野焼きやってんのかな。ちょっと煙が出てますけど。あ、もっと上まで。じゃあ展望台だから上にもっとちゃんと見てるとこありますから、ね。ついついもう景色がいいから多いって撮っちゃったけど。で、こんな感じか。ずーっとスロープなのがめちゃくちゃいいな。ね、多分その分ちょっと長距離にはね、歩く距離は長くなってるんやろうけど、全然歩きやすい。すごいね。フリーの忘年。お、いっぱいいるわ。あ、ね、ここは展望台になってんだ。いや、めっちゃ綺麗じゃん。先に問題もあると、あ、ここはカフェスペースなんかもあるんだ。ちょっと待って、無料休憩スペースがあります。
あ、眺望もいいぞ。あれ？いいじゃん、ここ。あ、カフェ何時までだろう。あ、カフェギリギリ閉まっちゃったか。閉まった。4時半までやったか。今33時だからギリギリアウトでしたね。カフェテラスもこれで終了だけど、このお湯はちょっとまだ行くのかな。ここに座ってみることもできるんだ。あ、全然座ったとこの眺望いいじゃん。もうちょっと早くてよかったな。で、方面的には賢島とか阿保の方か、阿保から、阿保から賢島の方がずっと見える感じかな。伊勢志摩のね、海岸がよう見れますよと。あ、これはいいですね。へー、あー、せっかくだったらカフェ買ってきたかったな。すごいですね。結構反対側に抜けた感じやもんね。で、奥のいろいろとテラスとかもあるみたいやけど、ちょっとそっちまで回ってると近くでしょうか。この時間でね、こんなとおるってことは、多分日夜とはもっとね、賑わっとるんやろね。へぇー。いや、いいとこだわ。綺麗だし。